次の問題、最初の5文字はこちら。ほー、なるほど、なるほど、なるほど。これはランダシリーズかな。ランダシリーズである可能性はある、高いから、うん、だからそれで相手外してくる可能性は。場面を何鬼なんとかとかあるか、そう、なんかあり得る。さっき小説でとか、うん、そのかなり予想できそうなものは外してきてたから、うんうん、今回も外してきてる可能性あります。まあ、クイズではね、よく出ますね、場面を。このね、構文、場面をなんとかって、ね、よく出ますね。ただ結局いっぱいあるから、うん、全部が全部わかるって言われるとちょっと微妙かな。オランダから始まる、ね、和名の問題が結構多いので、うんうん、それはね、まあ、一番予想しているところなんですけど、オランダから来た場合みんなだってオスタミン被るから、うん、オランダの次の方がいいからね。逆にオランダじゃなかった時はちょっと押しが早まるかな。林さんと山崎さんはもう一回予告しちゃったらもう終わり、終わりか、うん、なりますね。ねどうしようかな、僕行かないことにしよう。ほう、ほう、行かない宣言。ちょっとね、ここを争うのは得策でなさすぎる。なるほどね、なるほど、うん、なるほどね。ああ、もうどうやっても予告しませんよアピールを、はい、そうですね。いや、うん、だから僕は3人の勝負で、ね、残り1個の使いたくないんだよね。ただそうなるとね、膠着したまんまで問題が消費されていくんですよ。確かに確かに、誰も押さないっていう選択を取ると、うん、ずっとそれで続いちゃってゲームが終わるので、あ、でもまあここは様子見かな、さすがに。なるほど、様子見宣言ということは。なるほどね、押されてますよということはね、うん、お話した。オーケーオーケー、お、聞いた。オーケーオーケー。山上に4点取られるのにはめんどくさくはなるけど最悪ではないんですよ。そうそうそう、なるほど。林に4点取られると結構きついんで。確かにね、うん、4点、4点、0点だから、うん、ではよろしいでしょうか。予告どうぞ。なし予告なし、いかない。よーし、クイズだ。よーし、よーし、これでいくんですよ。さあ、ということで、次の問題は、正解すると0ポイント、誤答すると1ポイントというクイズを、やるだけやります。押さない方がいいな。問題、和名をオランダから。なんでそんなことなんでやってんこれ。うん、いや、はい、なんで押したんだこれ。え、シャンプー、残念。押した押した、行けばいいのに、なんで押すんだ。クリアソン正解。普通に偉い。じゃあ予告しとけばよかった。でも怖かったさ。何の時間だったんだよ。これで2人になるのか、次。そうだよ、2人にするために行ってもらう。なるほどね、確かに。ここでね、2人にしたら動くからね、戦況が。動かした方がいいなと思って、僕終盤にかけたいんで。なるほど、なるほど。ちょっとここで動かすとかないと偉いことになるなと思っています。結構さっきからね、3回目を使ってほしいような動きを、まあ、考えました。はい、うん、ただクレソンが思い出せなかったのはダメです。山上さんに0ポイントが入り、入った。川原さんが次の問題を休みで何が起きた今。ということで次の問題は林さんと山崎さんの2人になりましたね。これ2人だった。まあ、あと1回、あと1回、2人ともあと1回ですね。使うかどうかだな。次の5文字見てみましょう。5文字はこちら、ドン。うわー、中米語なんとかについて聞いてると。そうね、なんだろう、今までの問題文の中的に何々の人はどこでしょうみたいな、シンプルな問題ではなく、うん、急変知識が聞かれそうな気がしますね。そうだね、もうちょっと続く感じがするよね。中米っていうチョイスがな、絶妙なんだよな。絶妙ですね、なんか分かり、それくらいなら分かりそう。アメリカって言うから分かんないけど、エルサルバドルについて知ってることはアメリカについて知ってることよりはるかに少ないから、うん、その選択肢は狭まる。ああ、クイズで出されるであろう情報自体が少ない、うん、少ないし、僕がそもそも知ってるものも少ないから、選択肢は少なくなるけど、知ってるかどうかが分かるんですよ。あー、中米の国、中頃がついてるとかパラレルじゃないんだよな、多分。確かに、中米の国、どこどこの何かそうそうそうなんですよね、うん、だからパッと見せたらドミニカとドミニカ、そうそう、そういうのはパラレルは組めるけど、多分違うできるけど、まあ多分ないな、今回は。うわ悩んでんな。いやー、これ、
厳しいな。そろそろいいですか。よしよし、OK です。決めた。それでは2人の問題です。予告どうぞ。しない。おいおいおい。状況作ったりがなくなった。ちょっと怖いな。全然分かんないところ飛ぶ可能性もあるから。なるほど。予想ができないという意味で怖い。では、2人で正解したら0点の問題を読みます。よし、頑張ろう。うん、でもここじゃない気がするな。ここじゃないですか。ここじゃない気がする。あと4問あるから。問題。中米の国エルサルバドルの国旗の正式な縦と横の長さの比は何対何？あぶねえ、何の爆弾。170キロの爆弾。積み倒す、積み倒す。絶対言っちゃダメ、こんな。お答え出ませんでした。正解は189対335。これ無理に決まってたの。あぶねえ。絶対無理の球来たね。これ数字が特徴的とかなくて、本当にただ作っただけっていう。まあでも一応なんか世界一複雑な縦横比の組み合わせが呼ばれてはいる。面白い。まああんまり3桁は出てこないですからね。確かに、ね、うん、普通約分されるから。そうそうそう。あぶねえ。よく言わなかった。もうここもビーボール。ゴール。危うくデッドボール。危うく。危ない危ない。さあということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。河村さん復活でございます。望んだ方向に動いてないですね。そうね。これで3人もおるなら全然、まあまあまあ、うん、まあ今ので予告してもらってたら河村さん的にはかなり有利な状況だったね、はい、正解出なかった。確かに。だから結局予告してほしいということには変わりがないんですよ、うん、戦略的に。しかし問題もね、あと4問しかありません。うん、どっかで使わないといけない。使うかどうかだな。なんか林さんと山井さんは1回使っちゃうともう他のは押せない。逆に川村さんは4問あるうち、まあ、2回使わないともったいないっていうですね。出し惜しみしてあと1回で3人被るとかも一番嫌なんですよ。